東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対広島東洋カープの13回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ、とにかくね、あの 1,2 番の出塁ですよね。まあ、その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。まずはジャイアンツの先発大竹が東京ドームのマウンドに上がります。相手打線に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか？小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう？そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないとは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。インサイド見送っています。ストライクになります。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど。さあ、どう来るか。打ちました。グラブが届いた。一塁送球アウト。これぞプロというようなプレー。いいプレーが出ました。ファインプレーです。いやー、小宮山さん、素晴らしいプレーが飛び出しましたね。そうですね、バッターは打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。バッターは2番に入っている木村。大竹、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上大竹、そしてキャッチャーは相川。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。最初は変化球できました。ボールになります。ボールになります。インコース決めました。ツーボールツーストライクです。阿部、一塁そのまま入ってアウト。小宮山さん、ここはバッテリーどんな思惑でしょうかね？まあ、そうですね、どちらかというと見てくるバッターなのでストライク先行でいいと思いますね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。バッターのエルドレッド、ここ5試合で打率が2割を切っていますが、西さん、ちょっと調子を落としているんでしょうか？試合前もね、ちょっとフォームを気にしていましたからね。なるほど、そうですか。さあ、まず1球目、初球ボール。外の変化球、空振りです。よく見ています。
最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。見逃して三振です。際どいコース決まりました。こうやって低めで勝負できれば長打は打たれにくいですよね。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。1回の裏ジャイアンツの攻撃です。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の篠田。どう立ち向かっていくのか注目です。立岡が打席に入ります。昨日のゲームでバットでチームに貢献しています。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ファウルになります。際どいコース外れました。3球目低めの変化球は決まりません。面白いように決めてきます。2ボール2ストライクです。5球目中への変化球外れました。3ボール2ストライク。これが6球目打ちました。流しました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあランナーが出ます。どう得点に絡めていくのか。さあ先制のランナーが一塁です。バッターボックスには片岡、まあ、バントの上手い選手ですしここはバントでいいと思いますね。なるほどそうですか。これが1球目。小宮山さんバントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなのでそこにコントロールできるかですかね。なるほど。ここは送りバントなんでしょうか。そうですね、おそらく送ってくるでしょうね。ああそうですか。ここは走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。盗塁を見事決めました。文句のないスタートでしたね。この盗塁大きいですよ。1打席際どいがあっとフォアボールです。いや本当にね価値あるフォアボールですよ。よく見ました。チャンスが広がります。打順は3番坂本。チャンスが広がっています。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。そうですね。バッターボックスの坂本今シーズン得点圏での打率は3割8分3厘となっています。さすがクリーンアップですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい期待しましょう。3球目は何で来るか。このストレートは外れています。ここはゾーンを広げて狙っているでしょう。引っ張った。サード弾く。それをフォローする。これで4試合連続安打。ノーアウト満塁です。さあそしてバッターボックスには阿部が入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあしっかりつないでますんでここはしっかり得点しておきたいですね。なるほどそうですね。打
内のボール打った、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーサードランパスを蹴った、サードランナーがホームに帰っていきました。バッターランナーは二塁到達、ジャイアンツ先制、2対0になりました。さらに三塁二塁のチャンスが続きます。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。理想的な形でしたね。思い通りの展開となったゲーム、初回から動いていきます。バッターボックス相川、ジャイアンツこの回2点を入れています。さあ先制に成功、なおもリードを広げるチャンスです。まあ、このままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。まずはボールから入りました。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。これが3球目、体に近いところ、さあ4球目は何か、低めは外れました。ファウルになります。さあ6球目は何か、インサイド落ちました、ショートの横抜けた、ホームに送球する、サードランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、3対0ジャイアンツ、なおも三塁一塁のチャンスです。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。まあ、こうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。このゲームは打撃戦となっていくんでしょうか、それとも一方的になるんでしょうか。ここで畳みかけたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには6番の太田が入っています。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断が難しいところですね。あ、なるほど。外際どい球、ボールになります。さあ追い込まれてどう狙っていくでしょうか。まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。そうですね。さあ何を狙っていくか。インサイド落ちました、破りました、センター前、サードランナーホームイン、ジャイアンツ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、4対0ジャイアンツ、なおも2塁1塁のチャンスです。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。まあ取れる時にね、取っておかないとね。初回の攻撃はどこまで続くことになるんでしょうか。ここでリードを広げておきたいですね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の長野が入っています。初球陣弾き返した打球はレフトへ、レフトが取りました、ワンアウトです。ワンアウトランナー二塁一塁、バッターボックスは8番村田、ジャイアンツこの回4点を入れています。さあ先制に成功して、なおもその点差を広げていこうかというところです。これが初球、変化球を見極めます。さあ3球目は何か、
ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。小宮山さん、どうでしょうピッチャーの状態は。そうですね、コントロールもバラバラですからね。そうですよね、まあ、ただバッターからすればここで攻めておきたいところです。先発の大竹がバッターボックスです。まあ、ここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ、満塁の場面を迎えています。まずはボールから入りました。中間守備で来てますから、どの部位に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。なるほど、そうですか。ふわふわっと上がった。これはファウルグラウンド、ファウルボールです。ボール。このチャンスで手が出ませんでした。三振です。ツーアウトになりました。前に飛ばしたかったんですけどもね、まあ、ただねチャンスは続いていますので、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあ、このチャンスでバッターボックスには1番の立岡が入っています。インコース低めのストライク。変化球打った、抜けていった、ホームへ。サードランナーホームイン。ジャイアンツ追加点、5対0。さらに満塁のチャンスが続きます。バッターボックス片岡。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。まずはボールから入りました。さて、バッターボックスの片岡、どういうバッターなんでしょうか。まあ、アウトコースを引きつけて打つのがうまいバッターですね。そうですか。振り遅れてますね。そうですね。外の低め、見極めます。ファウルになります。この球は見送ります。満塁でフルカウントとなりました。ていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツ先手を取りました。1回終わって5対0、ジャイアンツ先制です。2回になります。追いかけるカープの攻撃、バッターは5番松山。さて、ジャイアンツの先発は大竹。昨シーズンは9勝を挙げています。前回の登板は4イニング投げて自責点7、負けがついています。真ん中打ちました、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは6番シアーホルツ。2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ、初球は何か。初球変化球は空振りです。外低めのボール、あっという間に2ストライクです。
目への変化球は決まりません。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。インコース打ちました。ファーストの左抜けました。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは7番丸、まあ、点差はありますから攻めのピッチングでいいと思いますね。なるほど、そうですね。バッターの丸、今シーズンの得点圏打率は1割3分2厘となっています。まあ、ポイントゲッターではないにしてもちょっと寂しい数字ですね。まあ、あまり気負わず平常心でいってほしいですね。ああそうですか。バッター有利なカウントになりました。インサイド落ちました。この打球はファウルグラウンドへ。ファウルになります。これもファウル。空振り。ここはランナーを変えさせません。外野フライでも1点のケースだったんですけどね。甘い変化球になりましたが、これは入っています。低めの変化球空振り。ここはあっという間に追い込んでいます。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。ホームに送球。ジャイアンツさらにピンチになりました。ワンアウト満塁です。先発の篠田が打席に入ります。ここは変えてもよかったとは思いますけど、打席に立った以上つなぎたいですね。そうですね。さあ満塁の場面を迎えています。見送ってまずはストライクです。膝元への変化球、思わずバットが出ました。すぐに追い込みました。ボールになります。三遊間、グラブが届いた。二塁送球アウト。こういったプレーがプロ野球の醍醐味です。カープ1点返しました。5対1ジャイアンツ、なおも三塁一塁のピンチ。まあ、ここは踏ん張りどころでしょうね。さあこの場面でバッターボックスには1番の田中が入っています。最初は変化球できました。いいボールですね。打ちました。これはどうか。ライトライナー掴んで3アウトチェンジです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。5対1カープが得点しました。2回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターは坂本。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ジャイアンツリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線を考えるとひっくり返される可能性がありますからね。そうですね。さあ2球目は何か。
これは内へ外れます。ストライクになります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。次が4球目。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。インサイド落ちました。手を伸ばして取った。一塁へ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。西さん、今のプレーいかがですか。バッターは悔しいでしょうね。4番バッター阿部、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。ファウルになります。次が3球目。アウトコース、ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。またファウル。高めのボール打ちました。センターに上がった。ここはフライになっています。上がりすぎました。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターは5番相川、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球大きく外れています。ここは打たされてしまいました。新井が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。2回終わって5対1、ジャイアンツがリードしています。捕まるなどして安全な姿勢をとってください。大きな揺れが予測されましても東京ドームは、小宮山さん、序盤とはいえこれだけ点差がつくと各選手余裕が出てくると思うんですが、いかがですか。まあそうですね、ただ余裕を持ちすぎると落とし穴がありますから、その辺は気をつけないといけないんですよね。本当にそうですよね。そのあたり改めて気を引き締められるかどうか。まず内をついてきました。ストライクになります。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。5球目は何で来るか。変化球空振り、ワンアウトです。打席には3番バッター新井、ここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球大きく外れています。なかなかタイミング合いません。
ロー、ボーン。レフト掴んで2アウト。バッターボックスは4番エルドレッド。2アウトになっています。初球ストライク。ボールになります。3球目は何で来るか。膝元へ決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対1、ジャイアンツがリードしています。西さん、ここまでの試合展開どのようにご覧になっていますか。一方的ですけども、こういう試合こそ集中力を切らさないで怪我に気をつけて、やってほしいですね。本当にそうですよね。初球空振りです。次が2球目。打ちに来ました。ノーボール2ストライクです。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。これが4球目。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス長野、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。篠田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った松山、アウト、ツーアウト。1番バッター村田、先ほどの打席はデッドボールでした。2アウトランナーありません。初球ボールです。外れました。ボール先行です。これが3球目。インハイ空振り。インサイド落ちました。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー一塁。バッターは今日の先発ピッチャー大竹。ヒットでランナーを一塁に置いています。
インサイド変化球決まっています。外外れてボール。インコースボール。打ちました。これはショートの左抜けました。ジャイアンツチャンスになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には立岡が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるときにどんどん取るべきですから逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。まずはボールから入りました。バッターボックスの立岡、今シーズン得点圏での打率は2割9分となっています。低めのストライク。ファウルになります。これが5球目。打ちました。この当たりはどうか。ライトライナー掴んで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。3回終わって5対1ジャイアンツがリードしています。打席には5番バッター松山。まあ、前の打席はストレートを打たれましたからここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。最初は変化球できました。ストライクです。落としました。外れます。ちょっと合わないようです。ワンボールツーストライクです。に当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。素晴らしい投球を続けています。6番バッターシアーホルクス。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。大竹、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。さあそして丸、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球空振りです。2球目は何で来るか。ストライクを取ってこれで追い込んだ。さあ外してくるのか。変化球が低めに外れます。インサイド落ちました。ファウルになります。変化球が高めに外れています。
打ちました。サード取った。セカンド送球、二塁アウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスは8番石原。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。初球ボール。外、これは外れます。ボール先行です。さあ3球目は何か。低めはこれは入っていました。146キロ。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。いや、この盗塁は痛いですね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。全くその通りですね。外れてフォアボール。悔しさがにじみ出ます。これ本当にもったいないですけどね。バッターボックスには代打のそよぎ。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね。ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね。さあ注目しましょう。最初は変化球できました。これが2球目。外低め決まってストライク。膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。さあ勝負してくるのか。インコース、これは外れます。外へのスライダー、ここは見極めています。これでフルカウント。見逃しで三振を奪います。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5対1、ジャイアンツがリードしています。これから4回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号30、市岡がマウンドに上がります。さあマウンドを任されたのは市岡。今シーズン13試合目の登板です。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね。まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。アウトコースへのカーブはボールです。ボール先行です。低めのボール入りました。打ちました。木村が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには3番坂本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。市岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド見送っています。さあ2球目は何か。
2球目打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。これで4試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。バッターの阿部、今シーズンの得点圏打率は2割3分3厘となっています。うん、4番なのでね、もっと勝負強さがないと厳しいですね。ここは4番の責任を果たしてほしいですね。はい、期待しましょう。打ちました。ボテボテ、サードが前に来る。ツーアウトになりました。ツーアウトランナー2塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには相川が入ります。さあ、2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、こういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですね。初球ボール球です。うん、タイミング合ってないですね。ああ、そうですね。3球目引っ張った。これはどうだ、三遊間抜ける、バックホームする。これでマルチヒット。2アウトランナー3塁1塁。しっかりつなげてきましたね。さあ、そしてこのチャンスで打席には6番の太田が入っています。西さん、この太田、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的にはボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。ああ、なるほど。外、これは外れた。まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。うん、いいボールが来てますよ。はい、追い込みました。インコース見送っています。フルカウントになります。外れてフォアボール。これで2アウト満塁。点差を開いていけるんでしょうか。うん、これはね、バッターがよく我慢しましたよ。よく選んで出塁です。ですが外れています。ライトへ、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたが、ジャイアンツ得点はありませんでした。4回終了、5対1、ジャイアンツがリードしています。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。いや、今日はね、いい試合展開だと思いますね。打線がよく頑張ってると思います。確かにその通りですね。引っ張った、ヒットになった。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。打順は2番、木村。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。初球大きく外れています。うん、ここはファーストランナースタート。ファウルになります。際どいボール外れました。
走ってきた。キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。インサイド落ちました。切れました、ファールボール。引っ張った、一塁線破っていった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。二塁へ送球、バッターランナーは二塁まで進みました。木村、これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウトランナー二塁となりました。初球いいところに決まりました。次が2球目、膝元へ曲げてきましたが外れます。低めの変化球見送りましたがストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、取った、一塁送球アウト、ツーアウト、ツーアウトランナー三塁と変わっています。最低限ランナーを進めてきましたね、まあ、勝負強いバッターを迎えてますから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。エルドレッドが打席に入っています。まず何を投げてくるか、まずは変化球、この変化球はバットが合いません。ストライクを先行させていきます。追い込みました。さあ外してくるのか、これは内へ外れます。打ちました、さあどうだ、最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。カープサードランナー残塁に終わっています。5対1ジャイアンツがリードしています。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。まあ、打線の流れとしては非常にいいですね。つながりも良くなっていると思いますね。確かにその通りですね。最初は変化球できました。2球目は何で来るか、インコースボール、ボール先行です。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね、打ちました、左中間に大きな打球、この当たりはどうか、センター左へのヒット、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。先発の大竹がバッターボックスに入ります。調子は悪くはないですから、次の回もということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球は何から入ってくるか、バントを警戒する守備体制ですね。そのようです。高め外れます、ストライクが入りません。送ります、ピッチャーが取る、
一塁送球します。アウト、ワンアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー三塁です。改めてお聞きします、バッターの立岡、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、単打が多いですが、当たり出したら止まらないバッターですね。ああ、そうですか。変化球を狙ってたんでしょうかね。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点は許さないつもりですね。そのようです。さあ、4球目は何か。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、ランナーは動けませんでした。ツーアウトになりました。小宮山さん、現在のピッチャーの状態ですが、どのようにご覧になってますか。疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。バッターボックスの片岡、今シーズン得点圏での打率は2割6分5厘。打ちました。一塁アウトで3アウトチェンジです。ジャイアンツサードランナー3塁に終わりました。5回終わって5対1、ジャイアンツがリードしています。ここまでのハイライトです。1回の裏、得点圏には先制のランナー、迎えるは4番阿部、2点タイムリーヒット、ジャイアンツ先制します。攻撃ノーアウト二塁三塁のチャンス、5番バッター相川、フルカウントからのタイムリー、ジャイアンツ1点を追加します。さらに続きます、ノーアウト一塁三塁のチャンス、6番太田、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ジャイアンツ1点を追加します。2回の表、このピンチの場面、外野フライに打ち取ります。ここはしのぎます。5回の表、ピンチの場面だったんですが、ヒヤッとしましたが外野フライ、得点を与えません。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるカープの攻撃、打順は5番松山。ジャイアンツリードで迎える6回です。さあ、小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね、一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差はあっても慎重にいきたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。ナイスボールですね。ノーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。さあ、マウンド上ご覧ください。記念の花束が贈呈されます。まあ、これが一つの成果ですからね、嬉しいでしょうね。はい、これからも新たな記録に挑戦していくんでしょう。バッターボックスは6番シアーホルツ。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。さあ、まず1球目、最初は変化球できました。ボールになります。
空振りになります。3球目は何で来るか。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。ジャイアンツ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ジャイアンツ点差を詰められます。5対2になりました。ここで一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。これで3点差に変わっています。バッターは7番丸。今日は盗塁を1つ成功させています。ジャイアンツ追い上げられています。初球ボール、低いところへ決めてきました。インローボール、ボールになります。変化球タイミング合いません。3ボール2ストライクです。打ちました。アウト、微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックス石原、前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナーありません。これが1球目。初球はボールになりました。ナイスボールですね。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうか、セカンド取った、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。5対2カープが追い上げています。6回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。坂本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ジャイアンツリードで迎える6回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですがいかがでしょう。この点差ではまだまだ安全圏とは言える状況ではないですからね。確かにその通りですね。高めの球ストライクになります。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。
変化球空振り、ワンアウトです。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、どうでしょうか。そうですね、なんとか投げてるという感じですよね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。いい当たり、セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターボックスには5番相川、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、入りました。変化球、これは胸元へ。ワンボールツーストライクと追い込みました。危ない球です。この打球は落ちるか、どうだ。丸が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。6回終了、5対2ジャイアンツがリードしています。これから7回カープの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号20マシソンがマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。これから7回カープ代打が告げられました。バッターボックスには代打の小久保。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。しっかり抑えたいところですね。そうですね、さあ注目しましょう。小宮山さん、リードをして7回を迎えているわけですが、この回以降どういったことがポイントになってきますか。まあ、あとはブルペン次第ですよね。繋いで繋いでということでしょうか。系統のタイミングにも注目したいと思います。インサイド落ちました。これはどうだ。アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター田中、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。初球簡単にストライクを取ります。流しました。これはどうか。サード取った。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。さあ、この終盤一塁にランナーを許しています。バッターボックスには木村。ここはランナー動かしていくのもいいと思いますね。さあ仕掛けてくるでしょうか。これが初球。初球は打ち。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。これが3球目。打者の内角をえぐるような投球でした。次が4球目。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになりました。3番バッター新井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナー1塁です。
さあ初球は何か。初球打ち、これはどうか、これは破っていきそうだ。レフト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで2試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー三塁二塁。さあそして打席にはエルドレッドが入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここを抑えることで勝利がぐっと近づきますから、ここは抑えないといけませんね。なるほど、そうですよね。狙いは良かったと思いますね。はい、セカンドが抑えた。一塁アウト、これで3アウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5対2ジャイアンツがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。7回の裏、ジャイアンツの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。背番号20、長川が3番手としてコールされています。西さん、打線がつながっているときというのはやはり自分もその流れになっていけるものなんですか。いやもちろんですね、こういうときこそね、替えの外にはなりたくないですからね。そうですよね、その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。初球は何で来るか。初球ボール、引っ張った、これは三遊間抜ける、これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。打席には7番バッター長野、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。見てきました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。チャンスを迎えています。ここでの追加点は大きいですからね。なるほど、そうですね。まあ、また彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。まず何を投げてくるか。内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。バッターの村田、今シーズンの得点圏打率は1割3分1厘となっています。まあ役回りというのもありますけど、ちょっと寂しい数字ですね。まあ肩の力を抜いて力まずにいってほしいですね。はい、期待しましょう。ファウルです。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。バッターボックスには代打の岡本。さあここは確実に行きたいですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。エース狙い、インコースに攻めてきました。
飛ばせません。ツーアウトになっています。バットに当てたかったんですけどね、まあ、ランナー残っていますし、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには1番の立岡が入っています。初球はストレート決まっています。アウトコース、これは見送ってボールです。インコース低め、ストライク、ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。これは変化球。見送ります。これでフルカウント。次が6球目、外れてフォアボール。これで2アウト満塁。点差を開いていけるんでしょうか。これはね、バッターがよく我慢しましたよ。よく選んで出塁です。まずはボールから入りました。センターへ、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたが、ジャイアンツ得点には至りませんでした。7回終わって5対2、ジャイアンツがリードしています。大きな揺れが予測されましても、東京ドームは地震に強い構造ですので慌てず。これから8回カープの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。山口がマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。これから8回、ここでカープ代打を送ります。バッターボックスには代打の東出。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ、注目しましょう。インサイド変化球決まっています。これが2球目。落ちる球、空振り。あっという間に2ストライクです。さあ、3球目は何か。三振になります。まず1つアウトを取りました。バッターボックス、シアーホルクス。先ほどの打席でソロホームランを放っています。山口、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコース、空振りです。になります。ノーボール2ストライクです。さて、このシアーホルツ、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、目の覚めるような高めのボール。さあ、どうだ。レフトライナー、掴んでこれで2アウトです。打順は7番、丸。今日は盗塁を決めています。2アウトになっています。初球空振りです。
送っています。ボール高め打ちました。これはどうだ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5対2ジャイアンツがリードしています。8回の裏ジャイアンツの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号14大瀬良が4番手としてマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは大瀬良、今シーズン28試合目の登板です。昨日の悔しさをどう振り払うかというところになります。初球大きく外れています。まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。切れてますね。はい、打ちました。これはどうか、東でアウト、ワンアウト。バッターボックスには代打のセペダ。西さん、まずは塁に出たいですよね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。最初は変化球持ってきました。ストライクです。空振り、低めいっぱいのコース。ノーボール2ストライク。見逃し三振、ツーアウトになっています。ブルペンが映っていますが、やはり守護神が投球練習始めています。やはり西さん、守護神登場してきそうですね。まあそうですね、当然最後は彼でという展開ですからね。初球ストライクを取りました。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ三者凡退です。8回終わって5対2ジャイアンツがリードしています。さあ最終回、最後を締めるのはもちろんこの人です。ジャイアンツの守護神澤村、声援を背負っての登板となります。最終回のマウンドに立つというのは、小宮山さん、やはり緊張感が違うものなんですかね。まあそうですね、もう本当にかなりプレッシャーもかかるような感じになりますからね。なるほど。
最初は変化球できました。ボールになります。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。149キロ。切りました。ファールボールです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには代打の岩本。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ注目しましょう。初球空振りです。綺麗に落としてきました。あっという間に2ストライクです。この低いボールは外れます。打順はトップに帰って田中。先ほどの打席は内野安打でした。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。打ちました。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには2番木村。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。低め見送っています。3球目。惜しいですね。はい、外のボール。2ボール2ストライクと追い込んでいます。三振を取りました。試合終了。ジャイアンツが見事勝利を収めました。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないですかね。そうですね、展開としては、ね、理想的でしたからね。チームとしてもいい勝利だったですね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきます。